はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイアーエンブレム、イフ、白夜王国編では第24章ですね、やっていきたいと思います。そう、で、いつの間にかこの支援レベルですね、 S にできるみたいなんで、もうちょっとフェリシア S にしちゃいましょう。1人のユニットが支援 S になれる相手は1人だけですということで、まあいいでしょう。もうフェリシア、どこに行ったのかな。今日はドジばっかりしていたから、というかフェリシアはいつもドジばかりだけど、今日はさらにひどいありさまだったからな。落ち込んでなきゃいいけど。あ、いた、やっぱり落ち込んでる。イージーイージー。あ、ミカミックス様。フェリシア、落ち込むのはもうやめなよ。誰にでも失敗はあるんだからさ。でも朝寝坊してメイド服を後ろ前に着替えてっていうか、メイド前じゃねえや、メイド服どうやって後ろ前に着替えるんだ。目玉焼きを真っ黒焦げにしてお洗濯中には泡まみれになってもう散々です。お前普通にこれ減給だ。給料カット。私メイドを辞めて実家に帰った方がいいんでしょうか。いや、ちょっとね、いきなり解雇っていうのはさすがにまずいんですよ、この労働法的に。まあ、まずはちょっと減給制裁で注意を促して、それでもちょっとあまりにもひどければ解雇かな。それはフェリシアがどうしても帰りたいなら止めないけど。あ、そうか、この場合はでもフェリシアの自己都合ってことだから解雇にはならなそうだな。うん、もうミカミックス様ったら、そこは止めてくださいよ。あはは、冗談だって。でもフェリシア、そんなこと言っていいの。僕たちに尽くしたいっていう存在証明はどうしたの。あんなの大嘘ですもん。え、嘘なの。あんなに大見栄を切ったのに。もちろん尽くしたいのは本当ですけど、無償の愛だなんて真っ赤な嘘です。え、どういうこと。言わせるんですか、ミカミックス様。そこまで言わせるんですか。何を。私はあなたが好きだってことです、一人の男の人として。フェリシア、この前のことはあなたのために何でもしたいっていう気持ちをちょっとかっこよく言いたかっただけなんです。でもこの恋は許されない、身分が違うってことは分かってます。メイドが主君を好きになることがご法度だってことも知ってます。だからこのことは聞かなかったことにしてください。フェリシア、そんな心配しなくてもいいのに。僕も君が好きだよ、メイドじゃなくて一人の女性として。いつの間に。全然知らん、そんなこと。え、そうじゃなきゃ毎回こうしていじけてるのを探しに来たりしないよ。北の城塞にいた時から僕は君を目で追いかけていた。だからそんなことは知らん。もちろん何かしないか気になったっていうのもあるけど、きっと僕はあの頃から君を好きになり始めていたんだと思う。完全に俺だけ置いてけぼりだな、ミカミックス様。だから心配しなくても君を僕のそばから離したりはしない。生涯君は僕だけに尽くすんだから。上から目線だなこいつ。何様だお前は。まあご主人様か。うー、ミカミックス様、嬉しい、私嬉しいです。ごめんねフェリシア、今まで君のことを不安にさせて。下手でもドジでもいいから、これから僕のこと一生ずっと世話をしてくれないかな。ははい、もちろんです。こいつに世話されんのか、大変だな。大好きです、私のご主人様。お望み通り一生そばにいます。もう私の心も体も全部あなただけのものなんですからね。支援レベルは S に上がった。お、なんだ。少しずつ絆を育んでいった二人はついに結ばれ、やがて二人は子を授かったが、まもなくミカミックスの城は姿なき魔物の襲撃に見舞われる。魔物の狙いが赤子の命であることは明らかだった。子供の身を憂う彼らは秘境と呼ばれる隠れ里の存在を知る。正解には星の数ほど小さな世界があり、中には人々が暮らす地もある。その秘境に隠せば子供たちは成長するまで安全に暮らすことができる。だが秘境の時間の流れは普通とは異なっているという。両親は我が子を守るため一時の別れを決意し、
子供を世話役に託し、秘境で育てることにした。ふんふん、なるほど。保育園に預けたってことね、簡単に言うと。でもさ、子供できるまでさ、だいぶ10ヶ月以上かかるだろ。その間戦争はどうなったんだ。だって24章だよ。24章ずっとさ、10ヶ月くらいほったらかしにしといたの。まあいいや、とりあえず24章行きましょう。青龍の涙。地下の迷路を進む一行は、王城の中に入り込むことに成功する。しかし、迷路の出口は意外な場所へと通じていた。一行はそこで憎き仇と再会する。行きましょう。青龍の涙。はあ、迷路を抜けたはいいけど、さっきから何もない通路がずっと続いているね。こっちで合ってるのか、だんだん不安になってきたよ。大丈夫よ。ミカミックス、この通路には見覚えがある。私が連れ去られた時通った道はここだったのだと思うわ。だからきっと王城は近いはずよ。そっか。アクアがそう言うなら安心だね。あれ、この先行き止まりになってる。いいえ。横に階段とその先に扉があるわ。おそらくここが通路の出口なのよ。ということは、あの扉の向こうがアンヤの王城。安易に出て行ったら危険だね。まず様子を見てくるよ。気をつけて。ミカミックス。行くか。ここは。なんだ、どこだ。お。なんだ。とお。そんな。あ、アンヤ兵があんなに。この場所は一体。ほう。ここは王城の連兵所のようだな。兄さん。じゃあ僕たち王城の中に入れたってこと？あ。しかも俺たちの出てきた場所はよりによって連兵場のど真ん中、竜の像の真下だ。本当だ。まさかこんな場所に秘密の通路があるなんてな。あそこで訓練している兵たちも夢にも思っていないだろう。誰か来るぞ。完全に見つかんだろこの配置。お前たち、もっとしっかりやれ。いいか、お前たちが失敗したらお叱りを受けるのはこの俺なのだからな。はガンズ様。こいつはちょっと上司の顔を伺ってる感じだな。部下に責任を押し付けるタイプだな、あいつ多分。なぜ兵にあんな口を。あいつも一階の兵ではなかったのか。あの口ぶりから察するに、ここにいる兵は皆あいつの部下のようだな。随分と偉くなったものだ。隊長程度の地位はあると見受けるぞ。ガンズ、ギュンターをあんな目に合わせておいてよくものうのうと。許せない、あいつだけは。ガンズ様、黒竜像の下に何者かが。何？まさかお前はミカミックス。見つかったか。貴様、なぜだ、なぜお前らがここにいる。ガンズ、卑怯者のお前には話す言葉などない。黙ってこの僕と戦え。どうやってここに来たかは知らんが、俺の兵たちの前に現れるとは愚かなやつめ。この俺が出るまでもないわ、お前らかかれ。で、おお、なんだ、いきなり戦闘になったぞ。おい、いて。あ、あとはやばい、死ぬぞお前。お前はどう考えても戦闘向きじゃない。グハさせるか。おお、結構かっこいいこいつ。どう考えても右の方が強そうだな。見た感じ。ねえ、どうしたの、君の部下はこの程度。そんな強いのか俺。役立たずどもめ。お前たちひるむな、一斉にかかれ。その命に代えてもあいつらを殺せ。しかしガンズ様、口答えをするな。逆らった者はガロン王様により家族もろとも処刑されるぞ。だよこの上司よ、全く部下のせいにして。典型的な俺はダメ上司っすね。さすがにこの数は裁ききれぬか。まあお前でも無理もないな。北の城塞から出られずに泣いていたひ弱なミカミックス王子よ。違う、僕はもう昔の僕じゃない。ほう、少しは言うようになったな。だが俺とてかつての俺ではない。王より兵を賜り腕を磨き、念願の衛兵隊長の座を手に入れたのだ。このガンズの腕、遠くと見るがいい。はぁ、しまった、ミカミックス。
お、なんだ。うお、お前どっから出てきたんだ。リリス、リリス、しっかりしろ、リリス。獣が主人をかばったか。だが次は外さぬぞ、ミカミックス。この場でお前の首を取り、白夜軍を全滅させれば、さらなる高みを目指すことができる。多大な領地を手にし、一国の王になることも夢ではない。許さない、ガンズ。お前だけは、お前だけは許さない。お前は僕がこの手で撃ってやる。え、リリス特に何にも喋んなく終わったな。何なんだ、なぜ出てきて突然やられてったんだ。誰出そうかな。どうしようかな。天魔武者系を一人入れようか、入れまいか。まあいいかな、このメンツで。リンカがちょっと弱いから、リンカの代わりに椿を出そう。よし、これでいこうっと。敵将撃破。敵将ってガンズ、あれガンズ下にいないいつの間にかいなくなってる。あれこいついつの間に逃げたんだ。ちょ、流脈があるな、これはチェックしとこう。飛行系のみ移動困難。どうだろうな。まずはちょっと下を、これ何、もしかして弓兵みたいなのを使ってくる。あ、錦がいる。錦出さなくてもよかった気がするけど、まあいっか。とりあえず匠ちゃん行け。ほら、あー倒した。ほら、なかなかかっこいい音だな、戦闘音楽が。あ、でもまだ9なんだ。もう12とかそこら辺行ってそうな気がしたけど、ちょっとまずはこの下のところをここまで行けるから、夕霧でここまで行って、でこいつで歌って、ここは先に占拠しとこう。魔導砲台で、ちょっと真ん中に一旦敵を集めるか。分散させるよりは少しおびき寄せてから行かないと。おお、うまくやった。最近ちょっと突出すると死ぬからな、必ず戦死者が出る。そうだ、フェリシアとかって S だったね、そういえば。おお、匠を狙ってきたか。27食らうのか。うわ、ちょっとずつ倒していこう、ちょっとずつ。もう来るね、あいつも。じゃあちょっと夕霧で攻撃を仕掛けるか。まあ倒せるからいいや、死なないだろう。そりゃ、OK。あら、すみません。これは少し、防陣を組めるやつは組んだ方がいいかな。こちらがどこまで来れるかだな。では攻撃はできない。うん、そうだな、ちょっともう一旦こいつはここに置いといて、回復役のさくら、夏祭りで匠を回復させて、天魔武者とかちょっと防御力弱いからな、下げとこう。応援できるやつはちょっと応援しとこう。何気にね、この応援っていうのが役に立つ感じなんすよね。全然使ってないけど。あと応援がいけるやつもう少し下げとくか。まあいい、めんどくさいな、応援を探すのがめんどくさい。誰か誰か適当に匠、そんなもんか。おっとと、でよしよしよし、ここから攻撃を仕掛ける。まあ匠がいけるから、いや龍馬もいけるな。こいつで攻撃をしよう。え、ちょっとこれさ、龍馬で援護に入ってほしかったんだけど。僕もいるけど、これ硬い。
で、さくらはなるべく回復させたいから錦攻撃に入るか。お、いいね。ノーダメージ。こいつようやく3レベルか。で、匠も攻撃がいけるっしょ。じゃ、行こっか。おお、すげえ、クリティカルの連発。いいね。僕だって強いんだ。さらに龍馬を前線に出せば。おお、さすがに魔法の防御はないな。一緒に行くよ。このメンバーが最強だな。助かった。一発で葬れる。で、ちょっと桜で回復をさせよう。で、こいつはこいつで龍馬を復活させて、で、こっからまた、いいねー、くらえ。クリティカルヒット99。こいつすっげーパワーあんな、バーサーカー。ソシアルナイトをちょっと前線に出して、うおー、フィンブルさすがにめっちゃ辛い。いや、ちょっとエリア手やりやな。手やり進化させたいけどないんだよな。バーサーカー的なやつマジ強えな。モズメ、モズメは弓で攻撃。うまいこと言ったみたいや。あと主人公で攻撃したら多分倒せんだろこいつは。うわ、フィンブルめっちゃ食らうな。いや、でもおりゃー、つうマジつえ。 OK、 じゃあ少しちょっと前線に出つつ押し上げるか。オッケー、来たー。後ろ雨が降るよ。いってててて、あれなんか出てきたもん。どうしようかな。ちょっともう一旦待つか。とりあえずこいつぶっ倒すけど。負けたりしないで。2と見事だった。あれ、スパダカになってる。アクアのなぎなたのおかげか。さくらで回復。やっぱりこういうシミュレーション系は待った方がいいよな、自分から行くよりは。で、こいつらはさすがの機動力を持ってんな。龍馬が狙われるけど、アクアちょっと下げるか少し。で、こいつもちょっと弱いからな。ここちょっと防御の弱いやつが固まってんな、だいぶ。と言っても、モズミくらいしかいないから。よし、ちょっとこれでいくか。なんか応援できるやつ誰だ？応援。これってなんか、魔法防御が、ああ、組んじゃったよ。基本的には、後陣を組んでた方がこんなもんか。待っていたぞ。もう連発と、うん、誰か。やばいな、匠が。大丈夫だ。せいやクリティカル率が異常だなこいつら。なんかちょっと進まないと永遠に湧いて出るかな。行くか。ちょっと頼むぞ。とりあえず、おお、本当にクリティカル率が高い。ほら勝った。
よし、レベルアップ。弓は何が上がればいいんだ、技かな。うん、龍馬もちょっと減ってるけどしょうがない。で、文字目でこいつを攻撃して追いはぎ、追いはげないか。よし、レベルアップ。 OK。 で、さくらでちょっと龍馬を回復させるか。あと回復役って言ってもいないからな。少しソシアルナイトで前線を押すか。ここら辺で、アシュラもこっちにやるか。で、おぼろを左に派遣するか、錦も。よし、こんな感じかな。で、回復16か、まあまあだな。よしよしよし、誰狙い、こいつか。30って一発で死ぬじゃん。うわー、やられた。こいつの攻撃がやっぱり半端ない。オロチはね、ちょっと防御力がね、少ないから。ゲッ、いってー、マジかよこれ。いてててて、やばいぞこれ。そしてやりないとじゃなくて、こいつでも10食らうのか。1って、耐えられるか。耐えられない。シングル食らったら死ぬ。おお、危ねえ。ナイスだ。すまないな、あの上のやつがかなり鬱陶しいな。グレートナイトかこいつ。きたー、攻撃力 50% かわせ。頼むぞ。よし、ナイスだ。この野郎、あぶね、本当に危ない。かなりギリギリの戦いだ。よし、回復で、あとはちょっとどうしようかなと。まずこいつは回復させないと確実に危険だからな。フェリシアをここに置いて攻撃しちゃダメだよ。夏祭りでサイラス、一応全開にはならないけどそこそこはいくか。サイゾウで一旦ちょっと離れてるところから。こいつだよな、マジ超危険人物。攻撃できるやつは攻撃しとこう。ほら、でアクアでちょっとフェリシアを復活させて、もうこいつは天魔武者で倒す。 100% なら大丈夫だ。僕は本気だ。この野郎。よしよし、結構上がるな。で、何あいつ、危険マークある。フェリシアでとりあえずぶっ倒す。フェリシアもね、ちょっとやっぱり防御力がね問題あるから。上出来です。レベルは上がらなかったか。アシュラ、サイゾウ、一応回復しとくか。傷薬使おう。最近あんまり傷薬を使わなかったけど、回復。オッケーオッケーオッケー。で、あとまたこの上のやつだな。まず龍馬は確実にこいつを攻撃する。硬いな。お、流星だ。マイル、いいけ。おー、クリティカル。いいね。レベルは龍馬が強くなってくれるのは助かる。ま、剣の達人。よしよしよし、下の2人はちょっとほっとこう。こいつで、安全に攻撃していこう。うわ、なんか
相性が悪いからしょうがないか。もぐねちゃんでこいつを攻撃して、力を合わせよう、手を貸すよ。いいよ、やっぱり後陣だな。安定して強いな。全然防陣を使ってない。こいつはまた手に入れたのか。こいつすげえな。2匹どう？食らうけど倒せるからいいや。行くか。集中なさって。あれ痛い。なんでこっちでクリティカルが出るんだ。先に行ってろ。まったく。で、さくらちゃんで回復させて、いけないか。いけないな。傷薬使おう。いや、傷薬ちょっとみんな一個ずつやっぱり持たせておくべきだな。ここら辺まで来ると。うわー、ミスミス、すげえ。ここまで狙ってくんのかよ。どんだけ射程あるんだこれ。合わせるか。よし、ナイスだ。ドラゴンキラー、なるほどね。まあ俺ドラゴンじゃないから、普通の人だから。すごい射程だな。っていうか移動力か。うわー、次あいつの攻撃だったら死ぬ。危ない。行って行って。ミスミス。まずはちょっとこいつもぶっ倒す。くらえ。108。よし。匠を下に派遣できるな。そうするとここにして50とか。さすがだな。弓特攻。これクリティカル出ると150。よかった。次元が違うんだけど。ってことは弓でいけば倒せるな。守ってみせるわ。ほいほいほいっと。堪忍な。なるほどね。ドラゴンナイト系は弓弱点ってあるのがやっぱり痛いのか。おぼろがやばい。夏祭りすぐなくなるな。もう一人回復役いた方がいいのかな。こいつは傷薬を、そうか、攻撃しちゃったからダメだな。ここら辺に置いとくか。で、10だったらこいつで倒せるんだろう。いけるな。この青天の武者あんまり強くなった感じがしないんだけど。完全勝利っと。レベルいくつだこれで。402か。さあドラゴンキラー。ちょっと上のやつはいけない。クリシアがここまで行けるから主人公ここまでやって、で歌で復活させて、で攻撃で倒せるかな。食らうけど、いや、しょうがない。一発で決めればよし、問題ない。であとはこいつを倒す。銀の槍だから射程2とか3からいけばいいんだな。銀の槍。俺を信じて。ああ、やだ。弱い。援護攻撃が半端なく弱い。で、サイズで出すか。鋼の手裏剣って強かったっけ、弱かったっけ。こいつもようやく3か。やっぱりだいぶ離れちゃってるな、レベルの差が。レベルアップ。こいつ30か。
30ってことは上級職でいうレベル10と一緒だかもな。まああいつはほっとこう。龍馬でここら辺まで行って、こいつのヒットポイント残ってっから大丈夫だろう。一応寿司屋ポイントつけとくか、防塵貼っとくか、なんとなくだけど。よいしょよいしょ。あれアシュラステータス減ってないか。こいつは相変わらずの機動力だな。あ、ちょっと待って、こいつを動かしてからの回復だな。夏祭り結構消耗が激しくなってきたから補充しとかないといつの間にかなくなってるっていう現象に陥るから、やっぱりそこら辺の管理をうまくやっとかないと。来たか。気をつけろ。おお、いいね。諦めない。今日やない。うまくいったね。よし、レベルアップ。こいついつだっけ。15か。これで1しか上がんない。白夜なんで白夜って。俺がついている。ダメだ。あー、痛い。当たったよ。悲しすぎる。でもこれで防塵のあれが溜まったから次攻撃防げるっしょ。ということで、まずはこいつ一発で倒せんじゃん。どうしようかな。まあいいや、倒せるときに倒しちゃおう。ガンズ、お前のお命ちょうだい。来た、カミカミックス。この俺に首を取られるためにな。その言葉そっくり返してやる。お前に僕は倒せない。お前の戦いには信念がない。自分の欲望のためだけに振るうその斧では僕を倒すことはできない。僕は君を倒す、今ここで。なんかどっかで聞いたセリフだな。この力で、この心で最後まで戦い抜いてみせる。ガンズ覚悟。お前となら。ほら、何、大竹ってなんだ。ダメダメだ。終わりだよ。大竹だろうと。すっぱだかにしてやったぜ。グフ。バカな、俺がこんなところで。嘘だ嘘だ。なんか手に入れた。手裏剣手に入れた。とりあえず力の、あ、これ使っとけばよかったな。あ、いいや、毎回使い忘れるなこういうの。ガンズの最後か。アンヤ兵たちよ、隊長ガンズは討ち取った。これ以上の戦いは無意味だ。武器を置くようなら命までは取らない。戦いをやめるんだ。てんてんてん。ガンズ様が、ガンズ様が敗れた。ならば俺たちはもう。龍馬兄さん、こいつら戦う意志はないみたいだよ。そうか。ではここでの戦いは終わりだ。大変だ龍馬兄様。たくみ、リリスが。何、そうや、リリスぶった切られたもんな。死んだか。あれ、雪が降り出した。リリス、リリス、しっかりしてくれ。ガンズは倒した。あとは君が無事でいてくれれば。兄様。ダメです。私のこれが相変わらず読めない。櫛ではもう。やだよ。私の杖も効かない。どうしよう、どうしよう。そんな。リリス、お願いだ。死なないでくれ。あれ、こいつ死んだら俺のキャッスル誰が守るの。まさか。リリス、その姿は清流モローの情けかしら。最後にこの姿に戻れるなんて。リリス、ダメだ。最後だなんてそんなの許さない。死んじゃダメだリリス。ごめんなさい。私は初めてあなたの命に背きます。でもどうか悲しまないで。私はとても幸せでした。あなたが私を助けてくれたこと、おそばに置いてくださったこと、楽しかった日々の思い出はずっとずっと覚えています。嫌だリリス、行かないでくれ。
せっかくここまで来たのに、あと少しで戦争が終わるのに。なのにどうしてここで君を失わないといけないんだ。泣かないでください。ミカミックス様、最後くらい笑顔を見せて。私はあなたをずっとお慕いしておりました。あなたの胸の中でこうして眠りにつけるなら、私は何の悲しみもございません。ミカミックス様、まあバタ。こいついきなり出てきていきなり死んだな。何なんだこの突然は、突然さは。リリス、あれ、龍馬兄さんが歩いてる。ほら龍馬兄さん歩いてきてるよ。おお。リリス、リリス、リリス、ごめんなさい、助けてあげられなくて。リリスさん、どうしてだ。どうしてリリスが死なないといけない。こんな戦いに意味はあるのか。僕は今まで何のために。顔を上げろミカミックス。龍馬兄さん、涙を拭け。リリスが何のためにお前に尽くし、お前をかばって散ったのか、その意味を考えろ。そうやって泣いていてもリリスは喜ばんぞ。いいか、リリスがその命と引き換えにでもお前を守ったのは、お前が幾多の悲しみや苦しみに耐えられる強い心を持っているからだ。今のお前には残酷かもしれない、だがリリスはその心を見抜き、お前を主として選んだ。ならばお前はその期待に応えなくてはならない。お前はここで泣いていてはいけない。戦いを終わらせるんだ。戦うことで、戦うことで戦いを、そうだ、戦争に介入するんだ。あ、雇の神に選ばれたお前ならきっとできるはずだ。俺が、俺たちが雇の神だ。そうだね、龍馬兄さんの言う通りだ。僕はいつまでも泣いているわけにはいかない。僕には、僕たちにはやるべきことがあるから。行こう、ガロン王のもとへ。よし、それでこそミカミックスだ。案内するわミカミックスお姉ちゃん。お父様の部屋はこっちよ。わかった。ギリス、待っていてくれ。戦いが終わったら迎えに来るから、それまでどうか見守っていて。大好きだよ、今までだってこれからだってずっと。お前さ、さっき結婚したばっかりだろ。何なんだこいつは一体。こうしてリリスは突然現れ、突然死んでいった。リリスとは一体何だったんだろうか。というところで第24章、これで終了したいと思います。